はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の、ね、動画なんですけれども、やってまいりましたニューヨークお散歩企画でございます。でね、今ね私ねどこに来ているかと言いますと、はい、ローアーイーストサイドでございます。でね、このねローアーイーストサイドの中でも、はい、デランシーストリートから南側にあります、はい、オーチャードストリートとブルームストリートのね交差点のところに来ているんですけども、はい、今回のねお散歩旅なんですが、はい、あのね映画プラダを着た悪魔のですね、ロケ地巡りをしようというですね、そういったね企画でございます。でね、この場所なんですけれども、はい、あの主人公のね、アンディ・サックスが住んでる家がね、ある場所でございます。というわけでね、まあ、早速なんですけれども、まあ、ロケ地巡りっていうことでね、まずアンディの家とね、そのね最初にねオニオンベーグルを買うねそのお店をですね、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、これのね今ね映ってる建物がですね、アンディの住んでる家になります。でね、住所なんですけれども、はい、252ブルームストリートになりますので、早速ねそのね入り口のところに行ってみましょう。で、今ねここねベーカリーがあるんですけども、この後ろにですね黒い扉があります。はい、ここがねちょうどねアンディが出てくるところですね。はい、いかがでしたでしょうか。まず一番最初にですね、アンディの家とですね、最初にオニオンベーグルを買うそのお店をですね、ご覧いただきました。でね、せっかくなんでねちょっとこの周辺っていうのはですね、古いアパートがねたくさんありますので、ぜひねそちらもね合わせてご覧いただきたいと思います。それでは、ちょっとご覧ください。いやー始まりましたね。いよいよねお散歩旅開始なんですけれども、実はですね、はい、このねオーチャードストリートとブルームストリートの一番の最寄り駅っていうのはエセックスストリートとデランシーストリートは、はい、地下鉄のですね F ラインが止まるところなんですが、なぜかね映画の中だと6番線のですねスプリングストリートの駅を使ってるんですよね。でそのスプリングストリートの駅ってここからめっちゃ遠いんですよ。だからなんでそっちの方に行くかなみたいなねちょっとした不思議はあります。でね、オフィスのあります、はい、このビルなんですが、あれがね、6番街の確かね49丁目とか確かその辺なんですが、そこがね一番の最寄り駅がですねロックフェラーセンターの駅で、それもですね F ラインが止まるところなんですね。だからね、なんで6番線のね、スプリングストリートの駅を使うのかっていうのがですね、私未だに不思議でございます。これがね映画の不思議でございますね。はいではですね、私はですねこれからね39丁目の7番街に移動するんですが、はい、とてもじゃないけどね地下鉄に乗れませんので、はい、車で移動したいと思います。それでは後ほど。はい、というわけでねやってまいりました39丁目と7番街でございます。でね、ここなんですけれども、はい、一番最初にですね、アンディがねお使いを頼まれた、カルバンクラインがね、あるところでございます。でね、まずねちょっと最初にねこちらをご覧ください。はい、こちらですね、ボタンにね針がね刺さってるね、こういったねモニュメントがあります。で、続いてねこれねミシンを使うですね おじさんでございますね。はい、ご覧いただいたね、このねボタンに針が刺さっているモニュメント、これなんですけれども、はい、実際にね映画でも映っております。でね、このねモニュメントがあるところからですねこの南側っていうのは、ファッションディストリクトといいまして、はい、いわゆるねファッションに関するですねお店ですとかデザイン事務所がですね、たくさんあるわけでございますね。だからね、多分ねこれジェームスホルトのですね、はい、デザイン事務所も多分このねファッションディストリクトにあるんではないかっていう感じでございます。ではですね、早速なんですけれども、はい、カルバンクラインのねお店を見に行ってみましょう。はい、これですね、カルバンクライン、はい、205ウエスト39NYC というふうに書かれてますね。ビル全体はね、こんな感じですね。
はい、いかがでしたでしょうか。まず一番最初にですね、アンディがお使いに行ったね、カルバンクラインの周辺39丁目と7番街のね、あたりをご覧いただきました。でね、続いてなんですけども、どこに行くかと言いますと、はい、タイムズスクエアに行きます。でね、このタイムズスクエアはね、どのシーンで使われたかというと、はい、あのね、アンディがですね、ミランダのためにですね、マイアミからニューヨークへのね、飛行機を手配する、そこにね、奮闘するっていうですね、そういったシーンで使われました。はい、あのね、マイアミからニューヨークへの飛行機が欲しいって言ってね、ないない、飛行機がない、どういうことみたいなね、そういった感じのね、ところで使われたシーンでございます。それではね、早速、タイムズスクエアに行きましょう。はい、いかがでしょうか。タイムズスクエアをですね、ご覧いただいたわけなんですけれども、それにしてもね、やっぱりですね、あのね、マイアミからニューヨーク、ハリケーンの中で飛行機飛ばないのにね、こうね、飛行機を無理やり取らせようとするですね、ミランダはね、はっきり言ってね、鬼上司でございます。はい。超ブラック企業だよね、あれね。はい、でね、今ね、私ね、6番街まで移動してきました。でね、6番街の47丁目なんですけども、はい、ここではですね、2つのシーンが撮影されました。で、1つはですね、ラジオシティミュージックホールのね、いわゆるエンディングが撮られたところ、そしてですね、オフィスビルでございます。このね、2つをですね、今回ね、同時にご覧いただきたいと思います。それでは、このね、周辺からですね、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、2つまとめてね、ご覧いただきました。でね、6番街はね、この2つだけでございます。はい、ランウェイの入ってるオフィスビルでございますね。はい、1221アベニューオブアベリカ、これがね、そのランウェイのね、入ってるオフィスビルでございます。でね、あとはですね、エンディングの撮られたラジオシティミュージックホール、このね、2つがね、このね、6番街では見どころです。で、続いてなんですけれども、はい、5番街の方に移動していきます。でね、5番街でね、撮影されたのはですね、はい、1つでございます。なんとね、あのセントレジスホテルでございますね。はい、あのハリーポッターのですね、まだね、未発表の、はい、本を受け取りに行くっていうね、そこのシーンで使われたところでございますね。それではね、5番街のですね、セントレジスホテルの方まで移動してみましょう。
はい、5番街からですね、セントレジスホテルまでをですね、まあ、ご覧いただいたわけなんですけども、はい、次が最後になります。はい、スミス&ウォーレンスキーというですね、ステーキ屋さんがあるんですけども、これね、どこで使われたかと言いますと、はい、ミランダがですね、ステーキをね、注文しとけと言ってね、注文してね、大急ぎで取りに行くというですね、そういったシーンがあったと思うんですけども、そこでね、使われたですね、スミス&ウォーレンスキーというね、ステーキハウスまで行きます。で、そのね、場所なんですけれども、49丁目の3番街なので、ちょうどですね、オフィスビルがある49丁目、あれとね、同じ並びになります。なのでね、せっかくなんで、はい、この49丁目をですね、どんな感じなのかっていうのをですね、見ながらですね、そのね、こう、アンディがね、どういう感じのね、風景を見ていたのかっていうのをですね、ぜひね、ここでね、ご覧いただきたいと思います。それでは、行きましょう。はい、いかがでしたでしょうか。この49丁目をですね、まあ、ずっと通ってね、このね、スミス&ウォーレンスキーのですね、ステーキハウスまでご覧いただいたんですけども、この距離ね、結構ね、長いんですよ。だからね、アンディは多分ね、ステーキをね、持ってね、めっちゃダッシュしてたと思うんですけども、そのね、ステーキね、多分ね、この距離をですね、ダーって走るってなると、多分ね、袋の中でね、ステーキぐじゃぐじゃでございます。はい。まあ、そんなね、ぐじゃぐじゃなステーキをですね、大ボスに出すっていうのはですね、なかなかね、勇気のあることじゃないかな、みたいな感じなんですけど、はい。というわけでね、まあ、今回なんですが、はい、この、ね、ダウンタウンから始まりまして、でこのミッドタウンのですね、プラダを着た悪魔のロケ地、こちらをですね、まあ、ね、いろいろご覧いただきました。で、この、ね、プラダを着た悪魔なんですけども、もう本当にね、マンハッタン中のですね、いろんなところで撮影が行われております。なので一応ね、概要欄にですね、ロケ地情報、こちらをね、載せておきましたので、ぜひご覧いただければと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回ね、ちょっと限られてはいるんですけども、プラダを着た悪魔のロケ地を巡るね、お散歩旅、こちらをお届けいたしました。もしね、楽しかったらぜひ高評価、またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。